今日はこの岩手秋田の東北ダービー、そして八戸福島の東北ダービーが午後3時キックオフです。中村からのクロス、斉藤決まった。中村の速いボール、さあスピードがある斉藤、抜けるか、斉藤が行く、前に出る、斉藤シュート、追加点。中村コーター、トラップしてシュート決めた。長いボール、そのシゲコントロールして中村へ、中村クロス送って井上、オフサイドゴール。宮根千田が触って変わって入ったシゲ、シュート決めた。直接狙う、はじいたボールは押し込んだ。下富一人かわして、山田のクロス、ファーサイド中村に渡ったヘディングシュート、もう一度、うわー、出口のコーナー陣に飛び込んでいって、ファンホランが進ました。前線高い位置に選手が残っている、山田低いボール、シュート、チャンスがある、決まった。ピタトミクロスが入る、ファーサイド、カバトのヘディング、入った。斉藤が降りてきて、中村、斉藤、斉藤からパスが通る、ボックス内、かましてシュート、決まった。セットプレーから4ゴール上げている秋田、中央ヘディング決まった。今サイドに立っています、ペナルティーエリアの端、高いボール、ハンホがヘディング、入った。ゴールに向かうボール、ヘディング、低いボールこぼれて江口のシュート、うちの もう一つ今画面の左映っていませんでしたが外にいました。宮江のボール飛び込んだ、中村、サイトを下げてシゲ、股を抜く、シゲが向かっていく、シュートを狙う、キーパー打ちも持ちシュート、前線からのチェック、秋田が高い位置で奪って、さあ沖野、中を見て、リアには林、バーにはシゲがいる、決めたー、林先制しながらガンバに追いつかれました。さあここは抜ける、里見、前のところ、沖野入った、だが先制。また効果の違うデータとはなりますが、過去敗れたチームは無得点です、この秋田で奪って、さあここもゴールの沖野が奪って前に行く、沖野シュート、2点目。前のボール、ハホが3点目。その近くに千田がいます。千田来ました。速いボール、こぼれて入った。先制ゴールの鈴木も画面の手前開いてきました。江口はどうするか、グラウンダーのパス、田中直樹、すぐにブロックして来た、つなぐ、田中直樹、数的優位はあった、田中の右には沖野、どうするか、発動して沖野シュート、今度は決めた。いや林、左サイドに鎌田から押し出すという青島、池田の対応、右足のクロス、中央に来るか、決まった。さあ、里見、里見が来る、里見のシュートだ、決まった。直接宮城、入った。
のボールがゴールに向かう。やだな、きっちりと決めていきます。クリアしています。直接ヒールで角度変わってポストに当たってすぐにヘディングで押し込んだ。今日は2点ずつを取っています。林です。レオチがクロスヘディングで落として中村のシュートが入った。入れられるか、中に入れてヘッドは合わない。キーパーが押さえてどうだ、押し込んだな。さあ繋いで中に入れてヘッドはゴール。中を通すよ、これをカットした。そして無人のゴールにボールが転がっていって入った。一度これをカットされる。長いボールをこれも長いボールを入れてどうだ、入った4点目。中にボールを入れる山田、ヘッドで落としてシュート入った。ゴール。山のところ沖野がボールを奪って、さあ裏のスペース斉藤が右に流れる。シゲがボックス内に入ってくる。クロスボールから中村。さあ次はセットプレーになるんでしょうか。ここはゴール前、もう一度エッジ、ダイレクトのクロス、ヘディング。一方でこちら青のユニフォームが首位ブラウブリッツ秋田、開幕から未だ負けなしです。このようにシンプルに裏へというのが秋田のスタイル。そのボールに斉藤が走っていく。斉藤中へ、さあ下飛びシュート、いきなり先制。次のボールを加賀が回収して、加賀が上がっていくシュート、クロスを送る、田中のヘディング決めた。どうでしょうか、ハンホガンが落として、江口が狙うか。江口が狙った、決めた。中によるニアを狙った、低い弾道が壁に当たっています。秋田は下が柔らかいボールを入れて、中村、キャプテン山田、シュート入った。ハンホガン積極的にボール前シュートを放っていきます。秋田、あ、ここはついた、サクラスシュートだ、決まった。サイドに中村、ペースがあった、ここは縦に出していって、さあスルーして若さがシュートだー。さあ、ついています。熊本マンツーマンのディフェンス、低いボール出しておいて、ゴールの正面、スコアが動かない。秋田斜めのボール正面になった。ほぼ正面、ソータがその間入っています。長いボール、スコアが前に出ている。止める、沖野下げて、鈴木のクロス、周囲を弾く、中田のシュート、前向く、シゲ決めた。シゲ平、ハンホガンのパースタイルにいます。サードスマイナス、後ろに戻して、もう一度鈴木をフリーになっている、狙いすましたクロス、正面来た。